皆さんこんばんは、MK です。ピクミン4パート53やっていきましょう。今回も前回に引き続き、オリマー遭難記の方を進めていければと思いますが、そう、残り日数はあと1日だけなんですよ。今日中に全ての宇宙船パーツを集めないと、オリマー脱出できずということなんですけども、まあ、ピクミン4の本編からわかる通り、どっちみち脱出はできないっぽいんですよね。まあでもとりあえず全部のパーツを集めて、完全クリア目指していければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして応援の方よろしくお願いします。そしてまあやり始めた時から分かっていた話ではありますが、やっぱり初代ピクミンとは違う話みたいですね。そう、初代ピクミンのバッドエンドをなぞらされるんじゃないかと思ったんですけど、モスもいるし探索してるエリアも違うし、そういうことではないんでしょう。とうとうこの日が来てしまった。今日で生命維持装置が切れてしまう。宇宙船パーツが全て集まらなかったとしても、無理やりにでも宇宙へ飛び立つしかないだろう。まあこれは初代ピクミンと同じセリフなんですけども、やるしかないんだ。よし、じゃあ最後の宇宙船パーツ運びますか。ここにあるんで前回ここに置いたんで、もう一瞬で運び込めるんですけど、やり残したことないよね。一応見ますけど、うん、もう運んでないお宝とか、あとはガーリップ系もないので、よし、じゃあ最後はモスに運ばせましょうか。モス、こちら運んじゃってください。ああ、そっか、丸飲みすんのか。それオリマーさんの座布団だから、あんまり汚さないでねそれに座ってあの宇宙船に乗ることになるんで。はい、ということで最後の最後は座布団を回収して、30分の30、全てのパーツが集まりました。おお、すげえキラキラ光るムービーが入りまして、わあ、かっこいい。いいね。ちょっとピクミンたち出しとくべきだったかも。ついにやったぞ。ドルフィン号の修復完了だ。これでこの星から脱出できる。さあ帰ろう、家族の待つホコタテ星。展開は一緒なんだよな、ワンと。はい、帰るよ。一瞬にして夕方になりましたけど、ここ、あ、なんか初代ピクミン、すげえ、おお、すげえすげえすげえ、これ初代ピクミンのエンディングと全く一緒の展開。すげえ、そういうとこまでオマージュしてくれてるんですね。はい、オリマ若干名残惜しいところではありますが、いや、あの首かしげる動作モスまでやってくれてんのよかったな今。そしてここだよね。ピクミン4で語られている通りであれば、やっぱりそうだ、モスが中に入っちゃってて、惑星移動というかワープしようとした瞬間に具合が悪くなったって話だよね。そう、オッチンに起こった現象がまんまモスにも起こってたみたいなんですよ。この辺を解決するためにもやっぱりピクミン4のストーリー進めなきゃですね。まあ解決ってか謎でもあるしな。なんでこの宇宙犬は、ワープしようとした時に具合が悪くなるんでしょうか。この尻尾の葉っぱが原因だっていう結論になってるんですけど、モスは最初から葉っぱついてたよな。ってことはモスもどこかからやってきた宇宙犬で、日数経過によって尻尾が葉っぱになっちゃったってこと。離陸に成功し星から離れようとした時、知らぬ間に船内に潜り込んでいたモスが苦しんでいることに気がついた。そうなんだよね。あ、そこは映像はないんだ。私は急いで引き返して着陸を試みたが、はい、あー、そこで生命維持装置が切れてしまった、だよね。いやいやいや、せっかく集めたのに。まあでも自分のことよりもモスのことを考えた。ここはオリマーさんっぽいよね。お、そしてここもすげえ、初代ピクミンだそう、初代ピクミンのバッドエンドのまんまじゃない。はい、これでオニオンの中に回収されて、あー、葉っぱ人になっちゃったすげえ、おお、ここなんかピクミンたちが喜んでるみたいな映像も怖いよね。どういうこと？仲間が増えたってこと？いろいろちょっと考察しようはありますが、はい、ドルフィン号完全修復。こう見るとほぼネジと歯車。まあまあまあ細かいことはいいとして、ピクミン最終的にやられた数が36。まあまあまあ、しょうがないわ。半分ぐらいはあれだよ。なんだったっけ？あいつにやられたよ。玉雲キャノン。あいつ強かったな。増えたピクミンの累計が81。あ、これが1日目か。なるほど。あ、こういう感じでなんか毎日毎日見れたみたいですけども。まあ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 、そこはいいとして、これでオリマー遭難記終了。これで、
オリマーの謎が解けたということで本編に戻りましょうか。いや、本編結構久しぶりにやるな。赤、青、黄色しか最近操ってなかったから、ちゃんと氷とか岩とか羽とかも操れるように慣れていきましょうか。お、ドルフィンゴ、こういう感じで復活したんだね。こうしてこの星に引き返したものの、生命維持装置が切れて私は葉っぱ人になってしまったというわけだ。生命維持装置が切れると葉っぱ人になる。なんか酸素が多いっていうのとかと関係あんのかな。話を最後まで聞いてくれてありがとう。おかげで忘れていたことを思い出せたよ。葉っぱ人になっていた時、やけに気になる洞窟を見た覚えがあるんだ。え、何、やけに気になる洞窟？確かこの近くにあった気がするんだが、え、どの近くよ。うわ、待って、そこ、なるほど、なんか新しいエリアが開放されるっぽいですよ。もしかしてこの洞窟のことですか？オリマーさんがお話をしている間にちょうど洞窟が見つかったんですが、どういうわけかあの洞窟にはレーダーの電波が反応しないようです。どういうこと、どういうこと。そのせいでこれまで見つからなかったんですね。一体あの中には何が。気になるけど一旦本編を優先しましょうか。あちらは後日やっていければと思います。で、開発とか特訓も今のところはできないので、じゃあ探索に向かっていきましょう。獣医のスパニエルさん、早く救助したいですね。よーし、じゃあ行きますよ。ここも新エリアですから、今探索できる場所はここです。はい、追憶の原生林、今度こそスパニエルさんがいるはずです。救助してオッチンの尻尾を見てもらいましょう。8人が遭難してて、お宝89、結構多いな。ここが最後のエリアか。ちょっとそのあたりも分かっておりませんが、久しぶりの本編頑張っていきましょうか。ルーイもここに逃げ込んだと考えるのが普通ですけども、スパニエルもルーイが持ってんのか、どうだろうその辺は。ルーイも何の目的で来てんのかよくわからないんですけど、まあオリマー遭難記をやってわかったことは、オリマーと一緒に来たわけじゃないってことですね。ピクミン2とかだとルーイとオリマーって一緒に来てるんですけども、オリマーが単体で遭難して、その後ルーイが助けに来たのか。いや、そうは考えにくいだろう。食べ物でも欲しくて来たんでしょうか。ルーイって一人で宇宙船運転できんのかな。ちょっとそのあたりも気になるところではありますが、そして今さ、チラッと映ってたけどさ、ボケナメコいなかったか。え？ボケナメコっていうのは3には出てなかった、ピクミンをこうなんか紫のね、キノコピクミンみたいにしちゃう悪者なんですけど、あ、ルーイ、そしてスパニエルさん、あいつか。モスも一緒だな。あ、あいつだ、我々のジュースを盗んだのはあいつなのだ。なんかさ、3なんだよな、やってることが。そしてスパニエルさんもめっちゃブリトニーに似てない？ドンベルマンもチャーリーに似てるし、ヨークもね、アルフに似てるよね。それに、あそこにいるのはスパニエルさん。待ちたまえ、ルイ。スパニエル氏をどうするつもりだ。ほんと、どうするつもりなんだよ。何がしたいんだ。そして、ルイがオニオンに入れても葉っぱ人にならなかったっぽいんだよな。大変です。スパニエルさんが連れ去られました。まったく何をやっているんだ。ほんとだよ。申し訳ないが、ルイを追えないだろうか。オッチンなら匂いを覚えているはずだ。よし、ルイの匂いを追い、スパニエル氏を救助するのだ。はい、コピー。まあでもその前に一旦周りを探索してもよろしいでしょうか。獣医スパニエルを捜索するですが、どうすっかな。氷羽白、マジ本当、氷羽白、そんなことあるか。まあ一応じゃあ信じようか。周囲の地形を把握するのはレスキューの基本だ。まずは、見回しドローン使ってもいいけど、まあ、使ってみようか。見回しドローンで、そこには、毒々しいコチャッピーがいる。で、飛び株と、コチャッピー、コチャッピー。この、なんか、毒のさ、デカチャッピーっていないよね。そう思うと。え？そんなもん、さっきボケナメコがいたんですけども、ボケナメコ、パッと見ない、あ、ルーイはここにいるぞ。なるほどね。で、これ絶対あれだ。びっくりギクだ。びっくりギクがいて、葉っぱ人も、羽オニオン！おい、待て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 、羽オニオンが優先では？ここにピンを打って、招き猫があって、あとは、特にか？あとは特にだな。こいつもそんな強くないし、いいでしょう。よし！
まずは羽オニオン回収しに行きます。そっちか。え、怖いな。一旦ちょっと白ピクでこの辺りはやっとく。ネバネバしたカビだらけですね。そう、オッチンがねこの上でスムーズに歩けるようにみたいなものがあるんですけども、 MK さんやってないんですよね、ちょうど。でこちらも解除してもらって、大丈夫か、みんな花になってる？なってないな。ちょっとじゃあ一旦ここ、うわー、資材もあるか。エキスと資材を使って、ちょっと、はい、みんな行け、突撃。はい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 。うわー、こんだけしか花にはなれないか。で、資材運んでもらってるうちにさらに奥に進みましょう。こんにちは、待って、アカシジミ、オーケーナイス。アカシジミ結構レアだからね、ピクミン3の時はレアなシジミだったんですけど、今作だとどうなんでしょう。うわー、やっぱそうだよね、ボケナメコいるよね。落ち着け。ボケナメコじゃね、間違えた、こいつはびっくりギク。はい、びっくりギク。凍らせない方がいいな、できれば、できれば凍らせずになんとかしたいところ。はい、羽ピクミンで一気に攻撃しますけど、うわ待って、毒、落ち着け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 、そいつ毒使ってくんのか。まあでも羽ピクミンだったら関係ないな。はい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 、あとちょっと、あ、危ない危ない危ない、そこ毒やばくね。ほら、これで倒しきれるはず、素晴らしい。あ、特にお宝持ってるわけじゃないのか、お宝持ってればなと思ったんですけども。はい、じゃあここにも投げといて、それ運んでね。で、あとは待って、 MK さんはそこ行きたいのよ。そこって待って、うまくつながってる。あ、坂道があるっぽいから簡単に行けそうだな。よしよし、いいぞいいぞいいぞ。羽オニオンがあればオニオンコンプリートか。いや、そんなことはない。いや、そうだよな、白と紫が、あ、まあ、あるならだけど、あるならあるはずだから、うん、まだコンプリートではないんでしょ。危ないよ。白ピク連続で投げて、これ倒しきれます。オッケーナイス。火事起こしの毒バージョンですね。こいつは白ピクミン連打で倒していきましょう。素晴らしい。白ピク洞窟以外で使うのなんかすげえあれだな、なんていうの、すごい不思議な感覚しない？ピクミン2の頃はさ、基本地下で使ってましたから。え、困ってる。あー、なるほどね、ここか。うわ待って、そしてさ、道中もちゃんとやってないから、これ運ぶのまだの方がいいかもな。その途中のところとかもちゃんとやってからの方がいいかも。こっち通ろうとするよな、ワンちゃん。一旦ここ、あー、そっか、突進がうまくできない。突進で、あ、壊してくれた。え、虫でキノコ壊してくれんの、 ありがとう、それは助かる。はい、オッチの突進だ。オッケーオッケーオッケー。で、危ない危ない危ないってば。君たちって毒関係ある？毒関係ないタイプの虫？ちょっとわかんなかったな。で、そこの、うわ、桃があるな。いろいろ気になるけれど、とりあえず、ここだな。はい、ここを壊して、拠点をすぐ近くにしちゃいましょう。ポケナメコいないか？大丈夫か？パッと見いないな。え？それやるだけ？本当？ちょっと心配なんだけど。ちょっと待って待って、一旦みんな回収して。なんも出ない本当に。なんか出そうじゃない？ここ。大丈夫なんだろうな。大丈夫？大丈夫だな。はい、じゃあここを壊して、で、もう片方壊します。粘りカビが取り除かれて、いくよー、こう来て、ほら、もう一丁いけるか。うわー、びっくりした！うわー、びっくりした！うわー、びっくりした！おい、やめろってそれ。おいおい、もう歴代シリーズで散々やったよ、そのくだり。もういいよ、今作は。びっくりした、純粋なダマグモ初めて出たのでは。びっくりさせないでくれ、本当に。羽ピクミンでそこ攻撃してもらって、待って、もうこれ羽でなんとかするしかないよな。氷とか届かないっしょこれ。全部ドシンドシンした後に一瞬届く隙があるみたいなタイプもいるんですが、そうだよね。はい、ここじゃあ凍らせますわ、もう。凍らせて凍らせ、あー、届かない届かない。回収、あ、潰された今。大丈夫？大丈夫か。で、ここ、さらに羽ピクを突撃させて、いや、羽ピクいると、ハゲ玉雲とか相当楽よ。乗る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 。危ない危ない。なんでなんでなんで氷ピクミンそっちっての一人だけ。ちょ、氷ピクミンの動きがおかしい。そう、こういうとこも乗り越えるんだよ、ハゲ玉雲って。やめて、本当に。どこ行くんだ？逃がさないぞ。
どこ行くどこ行くどこ行く、おら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 、いけいけいけ、羽ピクミンで一気に攻撃。おい、どこ行く、逃げんな逃げんなちょ、逃げてるって、ハゲ玉雲が。待て待て待て、あーこいつも、こいつ倒したいけど、これ青ピクじゃなくて大丈夫、泥タイプだこいつ。あ、待て待て、あ、オッケーオッケーオッケー、はい倒して、待って、なんで逃げるの、なんで逃げる、やめてやめてやめて、ここはい、羽ピク投げて、いけいけいけ、頑張れ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 、もう羽ピクでなんとかするしかない、いけ、もうちょい、回収回収回収、踏みつぶされるって羽とはいえ、うわちょっと待って、危ねえ危ねえ危ねえ、ドローが怖い、ドローが怖すぎ、で投げて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 、もうちょっともうちょっと、オッケーナイス、強で、中からパカンと何かが出てきます。うわー、この消える瞬間気持ち悪いよね、いつもだけど気持ち悪、怖。そしてなんか微妙に足りないけど、何何、なんか微妙にピクミンの数が足らんぞ。ここに拠点を移して、君たちで全員か、はい、え、一匹足らん、一匹どこ行った、あれあれピクミン、ちょ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 、ピクミンどこかに置いてきちゃったか、いや、やられた、いやでも100分のってなってるな、え、どこいな、あ、いた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 、やっぱ泥のところだ、何やってんの君、あ、なるほど、え、氷ピクミンってさ、岩ピクと一緒なんだ、潰されても大丈夫なんだ氷ピクミンって、へー、今知った、岩ピクもそうなんだよ。岩ピクってね、ああやって踏みつぶされる系、クイーンチャッピーとかそうなんだけど、大丈夫なのね。へぇー。ホーリーピクミン強。そしたら一旦ちょっとここの段取りやっちゃいます。その後、羽ピクミン行きま、羽オニオン行きましょう。またまた発見しました。おい。こっち来い。いつでも段取り、どこでも段取り、何度でも段取り。分かったって、もう段取りは MK さんの方が上手いんだから、どうせ、いやでもこれ最終エリアなのかもしんないから結構強いのでは、一体どれだけの遭難者が葉っぱ人にされているんだ、とにかく全員救助するしかないな、よし行きましょうか、洞窟発見、7分開けごま道場、時間内にお宝と原生生物を回収せよ、岩ピクと白ピクね、なんかすげえ不思議だな、岩と白どう使えばいいんだそれは、まあ岩で攻撃、白でまあ地面崩しみたいな感じか、言うて炎は星4、炎は星4、言い方おかしくね、炎4だからそんなでもないんじゃない、ピクミン増やして減らさない、これ段取りの基本、ちゃんと基本できてるか見てやろう、もうそんなの基本中の基本よ、誰に物を言ってるんだ、まずはマップを見ます、待てよ、あ、これさ、ピクミンがいないんだ他に、なるほどね。ってことは今の手持ちのピクミンだけでなんとかしないといけないで、ここに白ピクミンのポンガ仕草があるんだけど、白ピクの方が足早いってことか。あーどうすかな、なるほどね。これ、岩ピクは白ピクに変えた方がいいな。早めに変えた方がいいと思うんだけど、ここのゲート、スイッチか。まずじゃあ一回スイッチ押して、ここの原生生物を倒しながら、白ポンガ仕草で岩ピクを白ピクにしよう。うん、それでいきます。はい、よーし、じゃあこっち進むよ。で、あー、そいつ岩ピクじゃないと倒せない。いや、でも突進があればなんとかなるか。はい、突進、オッケーナイスよ。突進でこいつ倒したら、うわー、そのパターンもありえんのか。待て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 。一旦ここを突進で、あいあいあい、壊した。オッチンがね、これ、うわ、粘りカビの上で早く歩けるようにしといた方がよかったな。これね、最後まで残しちゃったんだよ、訓練。まあまあまあ、ごちゃごちゃ言っても訓練、訓練じゃねえ、開発、もうごちゃごちゃ言ってもしょうがない。で、君たち倒して、で、岩ピクミンをポンガ仕草に入れて、はい、ここもポンガ仕草に入れて、白にします。オッケーオッケー。あれ ?1 匹入ってない ?2、3匹入ってないな。あ、だった。ミス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 。ミスミスだから、ミスだから。だった。オッケーオッケーオッケー。はい、で、これで、で、違う違う。引っこ抜きます。オッケー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 。白ピクが増えたところで、エキスとか欲しいけどな。ちょっと現状ないか。待って、一回落ち着こう。あと原生生物はここだけなのね。で、こいつを倒、今現状だと、お宝がめちゃくちゃ運びづらい。スイッチが青になってるからね。これ赤にした方がお宝運びやすいんだ。ただ、そうするとここのお宝が出せなくなるから、ここのお宝を先に外に出す。これが大事。はい。君たち、はい、こっち来て、こっち来て。よし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 。いいよいいよいいよ。で、ピクミン暇させない。これをまず全部外に出します。外に出たらもう何でもいいわ。一旦吐き出してもらって、これで、
もうここの赤のゲートは閉めてよし、それ同じことをこっちでもしよう。よし行きます。いいぞいいぞ、段取り良くないか MK さん。さすが MK さん、もう歴代シリーズやってます。何をやってんだおっちんは。そんなんで突っかからない。でここダッシュでダブルで壊す、ナイスよ。で白ピク使ってこいつ先に倒しちゃいけ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 、食べられる前に倒せ、ナイスよ。でここもはい白ピクに壊してもらって、まずは粘りカビを取り除く。で白ピク、はい、エキス吸う子はエキス吸って、でここもはいやってもらう。でこれオッチン丸のみ、ここは最悪後ででもいい、いやでもやっといた方がいいな。ちょっと一旦回収だ君たち。これ運び終わってここもやってもらう。うわーでもうわーでもこれやっといた方がいいな。うんと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 、分担作業も大事な段取り。あ、一回スイッチ押すわ、ごめん。一回スイッチ押して、はい、これで運びやすいね。ナイスナイスナイスよ。あれなんで君たちこっち来た、それも運んじゃっていいよ先に。はい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 、運んじゃって、で金塊、あれこれ一匹足らない、これ一匹足らない。おっちん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 、ナイスおっちん、ナイス。あーでもそこでなんとかなってんのか。じゃあそれはもういいや。うん、それは残りでやってもらおう。これなんだ、これ掘って、オッチンオッチン、これ掘っといてもらって、カスタネット、はいカスタネット運ぶ。そして君たち回収、今度は向こうのものもガンガン運んじゃいましょう。1,2,3、で1,2,3、まだ4分あるから結構余裕あると思うんだ。岩ピック、ちょっとちょちょ、チューチューして、チューチューが先、チューチューが先。オッチン待て待て待て、一旦みんな回収、チューチューしてない子、ここで、はい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 、いい、まあまあそれはそれでいいや。でここオッチン丸飲み、オッチン丸飲みで、残りの子たちで金塊運ぶ、君たちもはい金塊運ぶ。で、はい、金塊運び置いて暇な子こっち来てください。でオッチンがいないとそこの段差がいけないから、オッチンがちゃんと吐き出したのを見てから上に行く。でこれも今やっちゃうか、ほい、シロピク突撃、いけ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 。で金塊も全部運び込む、足りる？まだ？オッケーオッケー、ナイス。そしたらみんな拠点に戻るな、残り3分30秒、いけるいけるいける。一旦みんな来てから考えるわ、一旦みんな来てから回収して、40全員いるな。ここを運んじゃってから、ここを運ぶときはねスイッチ切り替えた方がいいから、先ここ行きます。はい、そこ段差ある、あーその段差ってどうなってるだろう、ちょっと待てよ。一旦ここをはい壊して、エキス吸う子はエキスを吸う。で、はい、オッチン丸飲み、ナイス。岩ピクミンは火に強くないからここ全部食べて、でここをはい取って取って、で残りの、うわ飛びかぶといるのか、ちょっと待って意識してなかった、飛びかぶといる、ナイスよ、ありがとう。で飛びかぶと運んでもらったら、ここなんだよな問題は。あとはオッチンでスイッチ切り替えるか。よし、切り替えてから作業しよう。この兜をそっちまで運び切ったの見てからだな。うわ、だとするとちょっと援護、援護が必要。はい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 。白ピク、白ピク援護、白ピク、なんで援護できない、なんで援護できない。オッケー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 。で、早い、めちゃくちゃ早いな、白ピク。で、そこをちゃんと通ったの確認したらゲートを閉じて、で、うわー待って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 、回収してからの方がいいな、あの子たち回収してからゲート閉じる、やばいって、オッチン何やってんの。で君たち回収、これで40匹で、これ押して、今度向こう側、あと2分で向こうを運べばいいだけだから多分いけるな。まずはここ粘りカビでも青くないパターンだったら、うわー待ってね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 、予想外のことが起こっているよ。あと2分、こいついんのかよ、待て待て待て、はい出てこい二口、出てこい二口、ここ突撃、いけいけいけ、オッチンの鬼噛みつきも含めてオッケー。で君たち回収、オッチンで突撃して、こういうの壊す。でそこももう岩ピクでもこれ青じゃなければいけるんで、はいそれも壊して壊して壊して、であとはもう運ぶだけ。オッチンにこれ丸飲みさせ、やばいって、オッチンに丸飲みさせんので、君たちこっち来て、はい残りの子たちはここ運ぶよ。よし、うわ白ピクがなんか引きずられてる、なんだなんだなんだ。形状的によく分かんなくて引きずられてたわ今。でこれも運んで、俺の記録超えられた、マジ。待って、そこさオッチンにやらした方が効率いいな。オッチンにこれ運んでもらって、はい岩ピクで、オッチナイス、いった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 、1分残しじゃない、
すごくない ?MK さん。はい。1、0。はい、OK。残り1分で全部回収。うますぎ。うますぎてびっくり。自分で。オッケー、完璧。開けごま道場。なんとか、すべてコンプリートでプラチナ取ることができましたと。ちょっと、皆さんもぜひ、この MK さんのハイスコア挑んでみてください。いや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 。やっぱうまいんだよ、私段取りが。ほら、クラクラしてんな。興奮しすぎてクラクラする。資材30個ご褒美だ。はい。このクラクラするって設定いいよね。気絶しちゃいましたね。今のうちに保護をお願いします。はい。保護します。で、結構拠点も近いんで、保護もすぐだとは思いますが、っていうかさ、これ遭難者8名って書いてあったけど、ルーイも入ってる?ルーイも8名中の1人ですか?もじゃもじゃで誰だかわからないが、とにかく救助するんだ。また中に入られても厄介だ。洞窟の蓋は閉じたままにしておこう。そうですね。はい、そしたらさっきのメンツで行きましょうか。これはじゃあ、羽ピクに運ばせましょう。羽あんまり活躍してなかったもんね、これまで。あ、そっか、羽ピクミンだったら泥でも全然大丈夫といいですね。あー、確かにそういう考え方が必要になってくるな。そしたらまあそこも一旦壊しちゃって、ほら、いや、オッチンこれ開発したいな。200ちょいぐらいだったよね。足りな。オッチンのこのネバネバの上でも歩けるようにするやつ早くしてよ。ということで、葉っぱ陣を回収しました。今回ももちろんデータは読み取れませんと。まあまあまあ、そりゃそうだよな。パピオンさんにお任せです。そうですね。で、あ、これ、こっち、まあ、投げてもいいのか。羽ピクで何とかしてもらおう。いけ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 。そう、羽ピクミンはね、攻撃力が弱いっていう弱点があるものの、いや、言うてだよな。言うてさっきのハゲ玉雲戦ではもう大活躍だったんで、本当はキピクミン使った方が良かったんだろうけど、まあおすすめにいなかったもんで。で、これで78。足らんな、資材が。資材が足らんな。ちょっとオッチンのあれやりたいのよ。開発。で、この辺も全部突撃で拾ってもらう。ちょっと、一匹だけ。よしよしよしって。この上だな ?MK さんが行きたいのは。そう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 。羽オニオンがあったのもこの辺りで。待て、一旦これ運んでもらおう。はい。頑張れ、頑張れ、頑張れ。よし、オッケー。で、これ飛び越え。あ、行けないのか、ギリギリ。待てよ。じゃあどうするんだ?そっちの木箱をどうにかするしかないんだけども、これ羽ピク投げて届く?羽ピク投げて、認識してくれないよね。え?待て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 。こっち側か?こっち側、あ、ここか。なんだなんだなんだ、ビクビクビク、なんか出てるな。うわー、気持ち悪い。なんだこいつ、なんか知らねえやつ出てきた。ちょちょ、一回戻ろう、一回戻ろう、一回戻ろう。はまらないよう気をつけて進むんだ。はい。はまらないよう気をつけますけど、なんかわかんねえやついた。え?二口どっくり系でもないよな。うわ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 、ちょっと見た目的にも気持ち悪かったんで、一旦今回はこれぐらいで終わっておきましょう。じゃあ次回ちょっと、このさ、あーとっとっと、一匹、一匹運べてないよ。この続き、なんとか羽オニオンを回収するところからやっていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして、次の動画をお待ちください。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。